結構自分が知らない問題が多くて、まあ、意外と富士市のことを知ってないなって思いましたし、本当に気になる、まあ、本当に富士市役所の苦情のことでしたり、まあ、椎茸のことでした。気になることがあったんで、いろいろ調べてみたいなって思いました。責任感でしたり、やっぱピッチ内ピッチ外の振る舞いとかをがなんか自然的に、まあ責任感が出てきましたね。そうですね、やっぱ家にいますね。家にいて子供と奥さんと過ごしてます。もう成長早くて結構大きくなるじゃないですか。それ見てるのが楽しいですね。出産するときに立ち会えなかったり、そこが一番なんか奥さんが大変だなって思って、本当に一人で頑張って産んでくれたことには感謝してます。家の中で遊ぶより外で公園とかでサッカーしたり鬼ごっこしたりっていう思い出がありますね。中学3年生の時にその飛龍高校の静岡県の選手権見に行って、確か藤枝東とやったんですね。その試合で勝って飛龍が、それでおすげえって思って、僕もそういう人たちになりたいなって思ったからですね。東部地域で育って、まあ、いろんな指導者でしたり地域の方とか応援してくれてるん でその試合とか見に来てもらって、そう活躍してる姿を見せて、やっぱ恩返しとかしていけるんで、やっぱり良かったって思います。これから、自宅でもできる、サッカーのワンポイントアドバイスを2つ僕がやってきたので、ぜひご覧ください。どうぞ。浮き玉の、トラップについて練習してみたいと思います。いきます。よく練習とか試合であると思うんですけど、浮き玉のトラップです、これは足先だけでやるんじゃなくて体ごと一緒に運ぶようにやってみてください。足だけでやってしまうと体がついていかないと、次のボールタッチできないんで、それを意識してやってみてください。だんだん慣れてきたら一回こうフェイントを入れたり、フェイント入れたり首を振って練習してみてください。みんなぜひチャレンジしてみてください。ヘディングの練習してみたいと思います。ポイントとしてはヘディングするときにこうお辞儀をしない、こう手を広げて相手くんのこうブロックしてから回りやん、おでこで最後にボールを見てからスピリングすることと、手を広げて相手が来たらブロックして投げてスピリングすることです。ぜひチャレンジしてみてください。意外とあんま練習してないかなって思ったんで、やっぱりドリブルとかリフティングとかみんなやってるかなって思ったんで、そこのあんまみんなやってないんだろうなって思うトラップとヘディング、まあ将来使うんです。でもそれ練習してほしいなと思いました。僕はヘディング100回ぐらいやってましたね。
でもトラップは別にそこまで、やっぱり回数重ねるだけじゃなくて意識して、相手とか意識して、そんな多い回数じゃなくていいんで、ハディか菅君亮ですね。一言ぐらいだったらマレー、挨拶はマレー語っすね。調子どうみたいなの言ってくんで、それもマレー語で返す。一言二言っすね。普通会話とかはまあ日本語でします。後半戦が始まりましたけど、後半戦の中でも僕たちは後半戦だけでも、優勝を目指して頑張るので、これからも熱い応援よろしくお願いします。